はい、どうも、ふかくんです。タイトルをね、見てもらえれば、わかると思うんですけども、今回、僕ね、解明しなければならない、という事態にね、陥ってしまいまして、なぜかっていうのはね、後で話そうかなと思うんですけども、まあ、単刀直入に、次の名前、解明する名前を発表しようかなと、思います。解明する名前はね、練り消しっていう名前で、なぜ僕がね、練り消しっていう名前に解明しないといけないくなってしまう、ん練り消しっていう名前にね、変えろって湯婆婆に言われたんですよ。僕のね、ツイッターをね、見てくれてる人はわかると思うんだけど、今朝ね、こんなツイートを僕がね、しました。まあこれ、診断メーカーっていうね、アプリっていうのかな、なんかよくわかんないけど、診断メーカーっていうやつで、ユーバーバがね、こう、解明してくれるみたいなものなんですよ。うん。それで、僕のね、名前を、フガっていう名前をね、入力したら、練り消し、今からお前の名前を練り消しだっていうね、ことを言われまして、これでね、僕のツイッターはね、今、練り消しになってます。まあ、そういうことだね。うん、ツイッターだけね、うん、ツイッターだけ、まあ、一週間くらいかな、練り消しっていう名前でやっていこうかなと思います。アイコンはね、まあ、変えないと思うので、まあ、わかるかなと思います。はい、ということで、うん、解明。まあ、ツイッターの解明でした。よかったらね、みんなね、練り消しをね、フォローしてください。はい、ということで、ふがくんでした。バイバイ。